ガチ検証、プロの2軍 VS 社会人トップ、どっちが強い？日ハムやヤクルトで11年間プレーした元プロ野球選手の本並貴弘は YouTube チャンネルでこのような質問を考察した。今並、まずプロの2軍と社会人の企業チームが試合するのは1シーズン1試合くらい、多くて2、3試合。社会人チームにスカウトしたい選手がいる場合に偵察兼ねて試合することが多い。で、どっちが強いか、結論から言うとプロの2軍。でもプロの2軍が負けることもある。プロの2軍は普段ファームでも投げてない投手や出場機会が少ない若手足が出場することが多い。普段出場機会が少ない選手の経験を積ませるため、決して舐めてるわけじゃない。2軍の手多いまなみのポジショントークじゃね。宮本慎也がプロ1年目を振り返ってた。PL でレギュラー張って大学社会人と守備で鳴らした自分なら守備は大丈夫、課題は打撃と思ってプロ入りしたが、キャンプ初日に2軍選手の練習を見て守備も頑張らないと生き残れないと思ったらしい。社会人側は挑戦者だから勝つ気でいくし、プロ2軍はファンであろうが勝って当たり前の重圧があるから。質問、じゃあ2軍のベストメンバーで臨んだら2軍が勝つの？今並、全然プロの2軍の方が強い。社会人側の投手にもよるけど、ほとんど2軍が勝つ、これははっきり言い切れる。ちょっと考えてみて、プロの2軍はもうプロからスカウトされている。社会人はまだプロになれてない。プロの2軍、時には1軍で経験を積んでる選手と社会人同士での試合の経験しかない選手では圧倒的な差がある。2軍でレギュラーで出てるような選手にはいつ1軍に上がってもいいような選手が何人かいる。そんな2軍で手を落として君臨してた奈美さんはすごかったんやね。森重和さんが話していたが、アマチュアは大会ごとに調子を上げていき、調子に波がある。調整しない元の状態が 150km 毎時なら、その選手の自力がそのね。アマチュア時代 150km 毎時を記録した投手が2軍戦で 140km 毎時しか出てないのは故障ではなく、それが自力。社会人チームは9割は大卒の22、30歳に対して社会人の試合に出るプロ野球選手は高卒1、2年目の投手が出ることが多くて、結果年齢差で社会人が勝てる印象も強いな。今並、質問とは関係ないけど、プロの2軍は社会人と試合するのめちゃくちゃ嫌。首脳陣が負けたり苦戦したりするとめちゃくちゃ切れる。守ってる側とすれば普段投げないような若手が投げるから、どうしてもピリピリしてしまう。首脳陣切れるくらいならベストメンバーでいけや。片岡とかブチ切れてそうだよな。アマはチームとして強化されてるけど、2軍は1軍への戦力供給に特化していて、個人の集まりでしかないからな。チームで試合に勝つってのをあまり重視してない気がする。野球が好きなみんなはポチッとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。